学校が死ぬほど鬱で毎日しんどいです。周りの人たちが自分のことを睨んでるように見えます。なるほどね。保育園はしんどい時どうやって気を紛らしてますか？俺はしんどい時は本当に好きなことをやるようにしてほしい。自分の気持ちを絶対に第一優先に置いておう。本当に。もう人のこと考える余裕ないから。そもそもそうや。動物って自分本位な生き物なわけや。犬とか猫とかほとんどの動物ってマジで自分本位に生きとうやん。こうなんか周りが苦しんどっても、なんか他人を助けたり他人に気遣ったりするのって人間らしい素晴らしい面と思っとっちゃけど、でもそれでもよ、それでもやっぱ動物の本質って自分本位やけん、そういう時ぐらいは自分を一番先頭に置いていいと思っちゃうね。やけん死ぬほどしんどかったらマジ学校行かんでいいと思っちゃう。正直学校での遅れって別に取り返せるよ 正直なところね。でも学校におったらそれはマジで分からんと思うし、やっぱ1年の差がとんでもなく開いたようにも感じるわけよ。2年開いた差がとんでもない差やったり、学校に行けんかったりしたら自分はすごい遅れてるんじゃないかみたいな気持ちになるの超わかんの。だってそれしか世界がないから。でもなんか正直その学校行かんかった原因じゃ将来終わるのかって言うと、別にね、本人の心持ち次第で終わらんことの方が多いけん、本当にしんどかったら全然いかんでいいと思う。自分の気持ち優先にしな。ねえ、ちょっといけそうかもって思ったらゆっくり行ってみたらいいや。で、その時1ミリでも冷たく扱ってくるやつはマジで関わらんでいいと思うよ。普通に関わらんでいい 大丈夫。だって学校終わったら会わないから、本当にそういうやつらって。その中でも、大丈夫、久しぶりやね、元気しとった？みたいな声かけてくれるやつだけに全力の愛を注げ。こうやって、そんなあっちこっちになんか無償の愛注ぐほど暇じゃないでしょ、みんな。そう。で、なんか友達の選別もできるし、いいんじゃないかな。しんどかったら休んじゃうよ。そういう大人がいてもいいでしょ。大人なんかみんな学校は行っとけとかさ、勉強はしとけ。いや、そらそうよ。そらそう。普通はね、普通なら学校行っとけ。普通なら勉強しとけやけど。普通じゃない状態の時なんか学校行かんでいいし、勉強せんでいいに決まっとうやろ。そんな、なんか一人ぐらい大人がこういうこと言っててもいいでしょ。どうせ学校行けっていう大人も、俺みたいに学校行かんでいいぜっていう大人もお前の人生に責任持たないんだから な、学校行けよ、勉強しろよって言ってくるやつも別にお前の人生の責任は持ってくれんからな。そうやけん、まあ責任持たないんだから、俺も責任はないんだからさ、こういう大人がいてもいいでしょ。しんどくない？俺子供の時、いや、そう、子供の時うさかった、こんな大人ばっかやったけん。俺絶対将来こんなやつに並んどこうと思ったっちゃん。こう別に将来教師になる夢はなかったけどさ、こうなんか自分の子供がとか、なんか友達の息子が娘がとか、なんか困っとったら別に行かんでいいやんって言ってやれるような大人になろうと思っとった。マジうざくない？周りの大人ね、超わかる マジうぜえよな、あいつらさ、自分の人生のケツ誰も持ってくれんくせに一丁前に言ってくれやん。なんなんやろうね、意味わからんよな。人生なんて本当に全員歩み方違うのに、どの面下げて言ってくんだろうな。まあでも、そのちっちゃい頃から見たら教師が、親が神に見えると思うけど、マジで大人になって気づくのは人間やけんね。教師も親もただの人間、ミスもするし言っとくこと間違えとくことも多いよ。でもやっぱ教師ってすごいとか、教師は神様だなみたいな思考ってやっぱ抜けんや。俺がなんかなんで抜けんとかやなって思ったのは、結局抜けてないわって思ったきっかけは、教育実習の先生って俺よりはるかに年下なんだなってことに気づいて、なんか衝撃やったじゃんね、この前。そっか、教育実習生って後輩なんだと思って、すげえなと思って。もう学校の先生が後輩のパターンが全然あるわけよ。って考えるとよ、先生も人間なんだなって思うわけ。やけん、先生に対してムカつくこととかがあっても人間だしなって思えるわけよ。俺らはね、大人やけん、その教師より年上になってしまったりしたけん言えるけど、でやっぱ教師より下の学生の頃ってやっぱムカついたりするやん。でやっぱ先生とかもほら人間やけん、まあたまには優しくしてあげるよ。まあムカつくことも多いと思うけどさ、そう、あいつらも人間なんだから、教師は教師でやっぱ大変なことも多いさ。一人で30人ぐらい見なきゃいけないからな。まあ本来は教師側が生徒側を気遣うべきと思うけど、でも、まあ、ちょっと余裕があったら教師側を気遣ってみたら教師もめっちゃ救われんじゃねえの。俺は教師は立派な仕事と思うけどさ、そう。まあまあお互い兼ね合いよな。まあ難しいとは思うけど、まあゆっくり生きていこうぜ、みんなで。